昭和20年、圧倒的に強力な連合軍にビルマの山奥に追い詰められた私たちは、それでも歌を歌うことを忘れなかったのです。いかなる時も私たちに力を与えてくれました。日本は降伏し、水島は使者として三角山の舞台に降伏を進めに行きました。これ戦っているのは無意味だ。日本のためにもならず、日本人のためにもならず、自分のためにもなりません。無意味です。何言うんだ。水島は私たちから姿を消したのです。ああ、水島その歌は好きだったな。どうしたのかなあいつ。ああ、やっぱり自分は日本へ帰るわけにはいかない。山の上、森の中、谷の底、このビルマ全国に散乱している同胞の白骨をどうしてこのままにしておけよう。おい、みんな、俺たちは日本へ帰るんだ。無断の俺らに帰還命令が出たんだ。スパッタは三河だ。日本へ帰れるか。本当か。隊長が言ったんだ。本部にいるんだぞ。篠田の大瀬戸の水島のいない私たちは声を限りに歌いました。歌えば必ず水島が帰ってくる。水島。